ウエストにはまだまだだなって思えるようなその迫力とか揃ってるところとかがすごく感動して次に生かそうと思えるライブでした。ありがとうございます。ありがとうございます。でもすごいなんか本当にみんなめちゃくちゃいい子でなんか謙虚だしすごい頑張り屋さんで一生懸命なのが伝わってきて私たちもすごいいい刺激をもらったしこのまま本当に頑張ってもらいたいなって思いました。はい、はい、頑張ります。今まだ始まったばっかりだからあれだけど多分だんだ ん, なんか毎日ライブしてると同じことの繰り返しって思っちゃうことがあってなんかおろそかになったりと か, なんかマンネリ化してくるというかなーなーになってしまう時があるとうちらもあってそういう時があったけど絶対それは間違いでライブっていうのは本当に生物で一日も同じ日は帰ってこないし同じライブは二度とないからなんかそういうのをもう今回今日はそのお客さんを今日初めて見る人は必ずいるわけでそういう方たちにも毎回届くようなライブっていうのを常に初心を忘れずに今の気持ちを大事にやってほしいなって思います。はい、はい、パフォーマンス面だとやっぱり仮面女子候補生ウエストということで仮面女子の名を背負ってもらってて大阪でライブをしてもらってるんだけど登場がすごい大事だと思って最初のインパクトファーストインパクトがヘドマンありきの仮面女子だからヘドマンとなんかこう煽りが弱いなって思ってしまってかっこいい動きとかを自分で鏡とか見たりちょっとまあパフォーマンスいいなって思う先輩とか見てもらって形とかをもっと決めてもらう極めてもらったりあとヘドマンはもう本当に慣れて上手くなると思うので、まあ、首とかもしっかりストレッチして腰とかもしっかりストレッチしてあのヘドバーンももっと極めてもらいたいなと思いました。はい、あのちゃんとかのどかちゃんも言ってもらったように本当にあの仮面女子ウエストですごいね注目されててどんなメンバーかすごい楽しみな、まあ、会ったことあったんだけどどういう感じなんだろうと思ったけどすごいみんなね謙虚で感動してなんかちょっと仮面女子って名前がね広まってるからちょっとチヤホヤされちゃってるのかなと思ったんだけど全然そんなことなくてみんな謙虚で素晴らしいのでその優しい心を常に持って本当にそれこそどんどん人気者になっても一番腰が低いぐらいの勢いを今の初心の気持ちをずっと忘れないでいてほしいと思います。はい、ありがとうございます。デビューをしたばっかりでまだすごい新しさがすごいあって初々しさとかフレッシュ感がすごいあるんだけどそれってやっぱり最初だけだからゆくゆくはもしかしたら関東に来て一緒に仮面女子として活躍する日も来るかもしれないしどんどんこれから伸びしろもあって成長していくと思うからもっともっとその今のフレッシュさとか新しさっていうものだけではなく今の自分たちに出せる色というかのすごい出していけたらいいなと思って個々の個性だったりとかももっとキャラを生かしたりとかまだみんながどういうキャラなのかとか私今日初めてライブを見てわからないかったんだけどそういうのも出していけたらいいかなって思ったのとあと5人は初期メンバーとして仮面女子候補生ウエストの1期生として入ってきてくれて始まったわけなんだけど私たち、まあ、仮面女子というか、まあ、アリス10番なんかは最初に18人いて今3人しか いないんだけどね4年5年やってきてだからそういう、まあ、もちろん後から加入して入ってきてくれたなーちゃんとかもそうなんだけど同じこの仲間っていうのはすっごい本当に大切なもので家族以上に一緒にいるだろうし友達ではないんだけどもう本当に友達よりも強い絆みたいなものが今本当にすごくあって私たちにはだからそういうのもきっとどん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 強くなっていくと思うからステージのことだけじゃなくなんだろうそういうのも大切にしてほしいなって思うし嫌なことも悲しいこともすっごいあるのもう嫌なこと言われたとか怒られたとかいっぱいあったわけまあ5年やってきてるわけだからねこっちはだからいっぱいたくさんあると思うけどそういうのもどんどん乗り越えていったら本当無敵になれるしもうライブがもう生きがいだってきっと思えると思うからこれがないと私は生きていけない私はこれだってきっと思うと思うから腐らずに続けてやっていけたらいいなって思います。最高の仲間だって思えると思うし最高のライブを一緒に作
作り上げたいなって思うので、きっと本当に大切な仲間だから泣かないで。ありがとう、ありがとう。ステージの向上もそうだけど、同じ仲間としてこれから同じね目標を夢見てみんなと一緒に頑張っていきたいなって、関西の方も関係なく一緒に頑張っていきましょう。はい、I'm not afraid to die.